どうもこんにちは、鈴川彩子です。本日はこちら、プラレールサウンド駅を紹介します。まあこれ駅なんですけれども、これつい先日発売になった新しい商品で、なんとまあプラキッズもね入っているんですが、この駅だけでなんと音がね20種類のサウンドが鳴るらしいです。そしてさらにこれのすごいところ、なんと高架にもできちゃう。ブロック橋脚をつけると高架の駅としても使えるということで、ちょっとね早速開けてみたいと思います。いや、オープン。おーおー、すごい、またシールがいっぱいと、あ、プラキッズ、おープラキッズはお姉さんが入っておりました。ピンクの洋服着たお姉さん、女性の方が入っておりました。はい、そしてシールを貼ったのがこんな感じです。よいしょ。こっちもね、駅のね売店とかちゃんと裏側にもありますね。そして今回この駅、セントラル駅書いてあります。そしてお隣が田舎の駅とニュータウン駅ね、駅ありますね、そういう名前の商品。じゃあスイッチをねオンにして、サウンド駅へようこそ。おお、あ、こちらのボタンを押すと、電車の列車の効果音が鳴ります。お隣のボタンを押すと駅構内のアナウンスが流れます。出発進行、駆け込み乗車おやめください。ドア閉まります、ご注意ください。本日もプラレールをご利用いただきありがとうございます。プラレールいっぱいつなごうキャンペーン実施中です。おいしいそばありますよ。乗り降りの際はお足元にご注意ください。当駅では終日禁煙となっております。本日もサウンド駅をご利用いただきありがとうございます。出発進行。あ、結構こっちの駅構内のアナウンスがいっぱい種類入ってますね。そしてこれが1番線から列車が発車します。これが閉まるドアにご注意ください。な、今GO にしたら勝手にね発車のアナウンスみたいなのが鳴りました。そしてまもなく1番線に列車が参ります。黄色い線の内側に下がってお待ちください。おお、ストップにしたらもうすぐ列車が入ってきますと。すごいですね、それ切り替えただけで自動でアナウンスが。はい、そしてね今回こちら高架の駅にできるということで、この溝がある、ちゃんとこうだ。で、このこうだ。おお、そして、あ、これ縦にもありますね。よいしょ。あ、こうやってはみ出させて普通のレールをこの先に。そしてここもこう、あ、ちゃんとねくぼみがついてるから分かりやすい。これで、おお、できました。簡単ですね。これね、ここ普通にこの先レールが伸びてね、ちゃんとしっかり支えられております。そしてなんとこれ、このサウンド駅同士でも重ねられるよって書いてある。すごい、この上にさらにもう一個同じのをね乗せても大丈夫なんですね。はい、ということでレイアウトを作ってみました。まあ、せっかくね駅が公開になるということで、上下にねレールを敷いて、下にも上にもハハイーさんがおります。出発進行。もっと押せばよかった。おお、こっちも走らせちゃおうかな。あ、で、一回ストップ。1番線に列車が参ります。黄色い線の内側に回ってお待ちください。おお、そしてハハハハ、今ドア閉まったんだ。
あれ一応なんかプラキッズここにセットするところがあって、このお姉さんねこんな感じで、なんか多分このいろいろね操作をしているって感じなんでしょうね。これで制御している、このゴーとかストップとかを、そういう感じなのかな。まもなく本線へ列車が参ります。水曜日の参加お足元にご注意ください。本日もスマレールをご利用いただきありがとうございます。スマレールいっぱいつなごうキャンペーン実施中です。いっぱいつなごうキャンペーン、おいしそうがありますよ。水曜日の参加お足元にご注意ください。すごい、なんかこれこの釣り替えやった後の言葉はこっちのねあるボタンの中から流れるんですが、毎回違いますね。微妙に変わってる。あ、だから本当にこのゴーとストップの切り替えだけでも全然音がねいろいろなって楽しいですし、プラスでねこれ押してもいいし。のやつは結構形がね、大きくてすごいセットだったりしたんですけど、今回これねこんな小さい駅なのに音がすごい種類豊富でね、プラキッズもついて、そしてなんとやっぱこうやって高架にできて、さらに同じのも重ねられるってすごいね駅ができたので、ぜひぜひねこう情景の一つとして気になる方チェックしてみてはいかがでしょうか。はい、ということで以上、プラレールサウンド駅でした。ありがとうございます。当駅では終日禁煙と